こんにちは、萌えです。今回はですね、 Adobe Photoshop で文字を書くやり方を紹介したいと思います。で、その文字を書いた後にですね、色の変え方とかそういうのも、やっていきたいと思います。で、これかなり使えるので、ぜひ最後まで見てもらえたらと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、まず文字の書き方、まずはここに、とりあえず A4 ぐらいの大きさの、アートボードを用意しました。これも何でもいいです。例えばこれが写真をダウンロードして、これが写真でもその上からでも書けます。なのでバックグラウンドは自分の好きなもの何でもいいんですけど、とりあえず今回分かりやすいように真っ白でやりたいと思います。はい、で、文字を書く、ということなので、まずこの左のツールのところで見てもらうと、この上から下から数えた方が早いかな、この辺、ここにこのテキストツールがあります。これ T って書いてあるんですけど、タイプツールですね、これがあります。これが文字を打つツールです。で、これ横にこのね、小さい三角があるんですけど、これがあるものはもうちょっとオプションがあります。なので、これを、長押し、Apple だとですね、長押しですね、 Mac だと長押しすると横にこうやってオプションが出てきます。で、普通の状態だとホリゾンタルって書いてあるんですけど、これは横に書ける書き方、そしてこれバーティカルっていうのは縦に書く書き方です。で、これマスクとか書いてあるんですけど、とりあえず普通に打つやり方で、横に打つ書き方でやってみたいと思います。このマーク選択してもらうと、こうやって文字を打つツールがこうやってね、まあ、カーソルが出てきます。で、それを1回クリックしてもらうと、こういう風に、右の方のレイヤーを見てもらうと、レイヤーが1つ、このですね、タイプツールのレイヤーができました。で、これ勝手に今文字が出てるんですけど、これは以前はですね、こういう適当な文字は出ずに普通に打つ薄い線だけが出てたんですけど、多分それだとね、分かりにくかったので、こうやって適当に文字が出てくるようになりました。まあ、この方が分かりやすいかなと思います。で、これ出てきたら、まあ、この打ちたい文字これじゃないので、これダブルクリックしてもらうと、こうやって今黒くなるっていうのは、これ選択されているっていう意味です。で、これ選択されていたら消すこともできるし、変えることもできます。で、これで例えばあいうえおって打ちます。あ、カタカナじゃなくていいんだけど、あ、いい、勝手にジュンって出てきちゃった。はい、あいうえお、これで出てきます。で、これで違うところをクリックしてもらうと、こうやって確定されて、この一番上のこのムーブツールって書いてあるんですけど、これを、で選択するとですね、こうやって動かすことができます。そしてこれは普通の画像でも何でも一緒なんですけど、このですね、端っことか縦とか横とか、ここに持ってくると、カーソル持ってくると、こういう矢印が出ます。普通にしてるとこういうカーソルなんですけど、近くにするとこうやって矢印が出てきます。その状態でクリックして、長押ししたままクリックしたままこうやって動かすと、サイズが変えられます。で、これで決定する場合は、他でこういうとこ、何もないところでダブルクリックとしたりとか、あとリターンをしたりとか、そういうので決定できます。はい、で、これ今サイズ変えたんですけど、これですね、イラストレーター使っている人、使ったことある人で、フォトショップをこれから習いたいみたいな人はですね、ちょっと違うところがあります。あとはですね、フォトショップやったことあるけど、数年前のフォトショップ使ったことあるっていう人はちょっと違うことがあって、以前はこれ
サイズ変えるときに、このですね、イラストレーターと一緒でシフトを押しながらじゃないと比率が変わってしまって、このままの比率で大きくしたり小さくしたりすることができませんでした。なんですが、新しいフォトショップ一番最新のものはですね、何にも押さないでこうやってカーソルをこうやって動かしてサイズを変えると比率そのままでサイズが変えられます。ただこれわざと縦長にしたいとか横長にしたいとかそういう場合は、イラストレーターとは逆ですね、シフトを押しながら動かすとこうやって比率が変えられます。なので逆です。ちょっとあの前のやつに慣れてたり、イラストレーターとフォトショップ同時に使ってる人はあの慣れないかもしれないんですけど、私も最初その前のやつに慣れてたので、あとイラストレーターと同時に使うことが多いので結構ね、ちょっといつも間違えちゃったりしてました。ただあのこっちの方がフォトショップ的にはなんか写真を扱ったりする上では比率が同じ、状態でサイズを変えるっていう方が多いと思うので、この方がですね使いやすいかなと思います。はい、でこの状態でですね、今真っ黒です。でこれ色を変えたい場合、はですね、これこのままクリックしてこの選択しているだけでは色は変えられません。なので変えたいところ、別にあだけでもいいですし、いいだけでもいいですし、全体でもいいですの変えたい部分、ここを選択します。これもダブルクリックとしてからこのカーソルをですねこうやってぐーっと、持ってきてもらうとこうやって選択できるんですけど、これを選択した状態でこっちここの、左下にあるこのカラーですね、まあ、ここでもいいし、こういうグラデーションとかですね、このカラーのこういうところに装置があればここでもいいですし、どこでもいいです。で、まあ、ちょっと分かりやすいと思うのでこっちねダブルクリックしてもらうとこうやって出てきます。で自分のしたい色こうやって選んでもらって OK するとこうやって反映されます。こんな感じで、これもまたグラデーションにしたい場合とかはですね、さっきのグラデーションこれですね、あこれはそっか、これはあそうだね、グラデーションはでこれこのカラーででこの変えたんですけど、これグラデーションにしたい場合はですね、さっきとは逆で普通の色を変えたい、ただただ色を、黒から赤に変えたいとかですね、ピンクに変えたいとか、そういう場合はさっきのやり方で選択してこうやって選択してから変えないといけないんですけど、こういうグラデーション、このグラディエンツっていうのがあるんですけど、日本語でも多分グラデーションってここで検索すれば出てくると思います。でこういうグラデーションとかですね、ここにいろいろあります。ブルーの青系のグラデーションだとか赤系とかいろいろあるんですけど、この中をグラデーションにしたい場合はちょっと、やり方がまた違ってですね、選択はするんですが、さっきみたいにクリックしてああいうふうにガーッと中身を選択しません。この全体のこのレイヤーだけを選択した状態、この状態で例えば青のこれにしたいっていう場合、これをクリックします。そうするともうこうやってグラデーションができます。でなんで違うかっていうと、さっきのはですね、ここレイヤー見てもらうとこれエフェクトに入るんです。このグラデーションっていうのはエフェクトなので、色自体を変えてるっていうことよりもじゃなくてですね、エフェクトをかけてグラデーションにしてるっていう感じなので、ここにエフェクト、グラディエント、オーバーレイって書いてあるんですけど、こういうのができます。なので選択したのはレイヤーを選択してこういうふうに変えるっていうです。なんでこうやってね選択するとどんどん変わります。でこのエフェクトなしにしたい場合はこの目のところクリックしてもらうと消えます。で元通り元のピンク色になります。でこれ目をこうやってね隠すだけだとまた
もう一回やりたいなっていう、戻したいなっていう場合はまた目をつければ現れるんですけど、これもエフェクト自体消したい、グラデーション自体消したいっていう場合は、これエフェクトのとこクリックしてドラッグしてですね、このバケツにポイッと捨てるとなくなります。なのでもうこのピンク色の状態の、文字にエフェクトをかけてグラデーションにを作っているっていう感じです。これね、はい、これ結構使えるので覚えてください。はい、ということでですね、今回は文字を変えて書いて、色を変えるやり方を紹介しました。もちろんこれ、フォントを変えることもできるので、フォントはですね、自分の入っているものとか、ダウンロードしたりとかいろいろできるんですけど、またちょっとダウンロードの仕方とかもですね、動画にしたいと思います。ということで、今回の動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバーイ。